It's a Sony。 こんばんは、小島康臣です。こんばんは、八木直子です。はじめに、今の国会の焦点の一つであります国家公務員給与のベースアップにつきまして、政府は今夜人事院勧告の 6.47% を大幅に下回る 2% の引き上げを今年の4月に遡って実施することを決めました。で、国家公務員の給与引き上げをめぐっては今夜開かれた関係閣僚会議で結論が出ず、後藤田官房長官と自民党の田中政調会長に一任する形となりましたが、その結果ベースアップは4月に遡って実施するもののアップ率は 2%、 平均で4707円の引き上げとすることを決めました。公務員給与のベースアップについては去年の人事院勧告が見送られたままとなっていることから、人事院は今年の8月去年の凍結分に今年のベースアップ分を加えた 6.47% の引き上げを勧告していました。しかし今年も政府は厳しい財政事情などを理由に 2% に削ったもので、事実上去年の凍結分がそのままになっています。政府は明日の閣議でこれを正式に決め、給与法の改正案をこの国会に提出することにしていますが、勧告を無視された形の人事院や労働側は強い不満を示しています。金がないから 2% ということで、その範囲内で辛抱してくれということですね。だから金だけの問題ですから、到底これ人事院としては合理性のあるものとは言えません。でこれが続いていくということになれば、やっぱり民間制度自体について非常にやっぱり問題が出てくる。昨年の全面凍結にさらに追い打ちをかけた二重の暴挙であります。政治倫理問題で膠着した国会空転を逆手に取りながら、減税を渇望する勤労国民との約束を小規模減税で減額をし、その野因に乗じた人間処理で国会の正常化を狙った卑劣極まるものと考えざるを得ません。ところで政府自民党としては昨日の減税案に続いて今日の公務員給与、さらには明日の総合経済対策の決定と当面の政策課題に結論を出し、関係法案を国会に提出することによって田中辞職問題で膠着状態となっている国会運営のテコにしたいと考えています。しかし野党側は減税案も公務員給与も野党の要求とは程遠いとして、逆に対決色を強めておりまして、国会の空転状態はさらに長期化する気配となっております。今日午後、北九州市の中学校で生活指導を受けていた3年生の男子生徒が果物ナイフで教頭